はい、皆さんこんにちは、トラです。久々の投稿になるんですけど、今日は最近話題になっているダブルムーブメントについて解説していきたいと思います。ここでは実際使ってみて強いのかなど、どのような場面で使えるかを説明していきたいと思います。この動画では導入の仕方については説明していないので、ダウンロードしてみたい方はスカーレットさんなどの動画を見てみてください。それでは実際の解説に移りたいと思います。どうぞ。 Let's go。 はい、じゃあ早速まずはダブルムーブメントを入れた状態での動きを見てもらいたいんですけど、これだけ見ると何がいいのか全然わからないと思うんですよ。超簡単に説明すると、キーマウでパッドの動きができるというのがダブルムーブメントなんですけど、次の2つの動画を見比べてもらうと分かりやすいと思います。まず1つ目がダブルムーブメントオフの状態です。では印がついている壁に向かって走っていきます。通常のオフの場合だと視点を壁に向けないと走れません。続いてオンの状態。オンの状態だと視点を前の方に向けたまま壁に向かって走ることができます。同時に見比べるとこんな感じです。前に敵がいた場合、敵の方をできるだけ見ながら斜めに進むことができます。視点を前に残したまま斜めに進めるということはこういうこともできます。オフだとこんな感じになっちゃいます。続いて少し実践的な例を挙げてみたいと思います。このように前の方に敵のボックスがあって、開けて撃ってきそうだなという場合があると思うんですけども、普通はこのように進行方向と敵のボックスを視点を切り替えながら動くことになると思います。これだと一瞬視点を切り替えた時に撃たれる隙ができる場合があります。こんな感じですね。ダブルムーブメントを使うとこんな感じです。このように視点を切らずに、反応をすぐすることができます。もう一回見てみましょう。これが前の方から視点を切らずに、斜めに走れるメリットの一つかなと思います。次に、戦闘中に強いかなと思うのを一つ紹介したいと思います。今分かりやすいように壁を立ててないんですけども、戦闘中はいろんな方向にキャラコンをすると思います。例えばこのように斜めに走りながら戦う場合、敵にできるだけレティクルを合わせたままキャラコンすることができるようになります。これに対してオフの場合は、次のように目線を切るかジグザグみたいに走らないと相手の頭にエイムを合わせることはできません。敵にできるだけ照準を合わせて動くというのは、安定したエイムを発揮するために重要かなと思います。まとめますと、ダブルムーブメントは、今までキーマウにできなかった注目したい方を向いたまま斜めにキャラコンができるシステムです。デメリットがないわけではないですが、非常に強い部分も多いと思いますので、興味がある人はぜひ試してみてください。今日の動画は以上です。参考になった方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。